皆さんこんにちは。Ken です。我们日本人常常会用被动形来表达自己很困惑或受害的感觉。譬如说、雨が降った。像这种自然的现象跟自己没有直接关联的句子，竟然可以改成被动形。私は雨に降られた。我们今天就来练习看看吧。じゃあ始めよう。 ふるふられるふるふられる雨にふられて洗濯物がぬれてしまった雨にふられて洗濯物がぬれてしまった。 買う買われる買う買われる私は他の客に欲しい商品を買われた私は要的の客に欲しい商品を買われた私は他の客に 欲しい商品を買われた。切る。切られる。切る。切られる。彼女が急に怒り出し、私は電話を切られた。 女朋友突然潜伏起来、我被她挂電話了。彼女が急に怒りだし、私は電話を切られた。泣く、泣かれる。泣く、泣かれる。

止める止められる止める止められる私は誰かに家の前に車を止められた私は誰かに。 家の前に車を止められた開発する開発される開発する開発される故郷が開発されて 故障被開发我回忆中の風景消失了ふるさとが開発されて私の思い出の風景が消えた。故 死ぬ死なれる死ぬ、死なれる小さいころその子は両親に死なれた小さいころ その子は両親に死なれた「帰る帰られる」「帰る帰られる」デート中私は彼女に帰られてしまった。 デート中私は彼女に変えられてしまったしめるしめられるしめるしめられる私は 子供に中から鍵を閉められた。我被孩子从家里面所在外面了。私は子供に中から鍵を閉められた。結婚する、結婚される。 結婚,する結婚される元彼に先に結婚されて私はとても悔しい元彼に先に結婚されて 私はとてもくやしい「変える変えられる」「かえるかえられる」ゆうじんはかのじょにでんわばんごうをかえられた。 友人は彼女に電話番号を変えられた「逃げる逃げられる」「逃げる逃げられる」私は 大切なペットの鳥に逃げられた私は大切なペットの鳥に逃げられたすうすわれる。 す。すわれる。食事中。私は隣の客に。タバコを吸われた。食事中。私は隣の客に。タバコを吸われた。 あげるあげられる。あげるあげられる。税金がまた上げられて生活が大変だ。水晶又被提高了、我的生活、很辛苦。 税金がまた上げられて生活が大変だやめるやめられるやめるやめられるその店長は新人のバイトに2日でやめられた。 那个店長被その店長は新人のバイトに2日で辞められた。の店長は新人男のバイトに二日で私の足を踏んだら、れた足看踏一句男は私の足を踏んだ男人踩到我的ん如果要把足一句改だ被動の的を怎んだ好呢 私の足は男に踏まれた。我的脚被男人的要た。私は男に足を踏まれた。直接翻省中文的话我被男人踩到私は男に什么た。私は日文の被动形式要强调受害所た。 私の脚、私の脚本身不是受害者、受害者是我、所以要把人当成主词。私は男に足を踏まれた。ジョージアンズ、好、我们一練習踏む、踏まれる、踏む、踏まれる。私は大きな男に 足をま「わたしはおおきなおとこにあしをふまれた」我大「かむかまれる」噛む「かむかまれる」 わたしのむすめはのらいぬにてをかまれたわたしのむすめはのらいぬにてをかまれたさすさされるさす 刺される蚊に鼻を刺されて、私はとても痒い蚊,痒蚊に鼻を刺されて、私はとても痒い叩く 叩かれる。叩く。叩かれる。私は彼女に軽く頭を叩かれた。私は彼女に軽く頭を叩かれた。 押す、押される。押す、押される。満員電車の中で私は体を強く押された。在塞貌的電車里、我被人用力的推了身体。 満員電車の中で私は体を強く押された「捨てる捨てられる」「捨てる捨てられる」私は母に。 ゲーム機を捨てられた妈妈私は母にゲーム機を捨てられた <noise> 盗む盗まれる盗む盗まれる 私は誰かに、新しいスマホを盗まれた。私は誰かに、新しいスマホを盗まれた。壊す、壊される。 壊すこわされるわたしはまたおとうとにパソコンをこわされた我的電腦又被弟弟弄わたしはまたおとうとにパソコンをこわされた。 読む。読まれる。読む。読まれる。私は母に秘密の日記を読まれた。妈妈私は母に秘密の日記を読まれた。 たべるたべられるたべるたべられる姉はちいさい妹にいちごだいふくをたべられた姐姐的草莓大だ被小妹い掉了。姉は、 小さいさ妹にいちご大福を食べられた「見る見られる」「見る見られる」わたしはかのじょへの手紙を母に見られた。 女被到了わたしは彼女への手紙を母に見られた「批判する批判される」「批判する批判される」 その政治家は無意味な政策を批判された。その政治家は無意味な政策を批判された。否定する。 否定される否定する否定される私は将来の夢を親に否定された「我未来の夢を父母否定了私は将来の夢を 親に否定された「なくすなくされる」「なくすなくされる」「私は友人に貸した本をなくされた」 私は友人に貸した本をなくされた「使う使われる」「使う使われる」父は秘密の貯金を すべて母に使われた。バーバラ秘密存款全部被ママ用掉了。父は秘密の貯金をすべて母に使われた。はい、お疲れ様でした。いかがでしたか。今日の内容は。 きっといつか役に立ちます。如果喜欢おもん影片、チンアンザ和分享。有什么問題或建议、欢迎大家留言。おも下次見ろ。じゃまたね